イエーイ星、チャップマン漫画虫料理研究部部長のチャップマンまさきです。今回はミスター味っ子より、まあ昨日の動画の対になった動画ですね、ようちゃんの作ったパン包み串焼きハンバーグ、こちらの方を再現していこうと思います。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。では陽一くんの串焼きパン包みハンバーグを作っていきます。牛肉 100% のひき肉を用意し、先日の阿部二郎の動画の時に作っておいた玉ねぎのみじん切りを炒めたものですね、それを加え入っていきます。ここに卵、塩、コショウ、パン粉、オタフクソース、SB、スパイス、ナツメグを入れて練り込んでいきます。しっかりと混ぜて練り上がったら、それを3つのボウルに均等に分けて、豚のひき肉を比率を変えて混ぜていきます。牛と豚の比率がそれぞれ6対4、7対3、8対2になるように豚のひき肉を入れていきましょう。こうすることで食べ進めても豚の脂のしつこさを感じることなく3つ食べれるという陽一の工夫ですね。ちなみに昨日の阿部のハンバーグは7対3の合いびきを使っております。それぞれよく混ぜたら 50g ずつにまとめていきます。バットに並べていくときにどれがどれだかわからなくならないように注意しながら並べていきましょう。それぞれの比率のパティが4個ずつできました。そしたら今度はラクレットチーズを用意します。これを大体 5g ずつぐらいの長方形にカットして中に包んで成形していきます。次は8パイスライスの食パンを用意して、こちらを綿棒で伸ばしていきます。耳を切って半分にしておきましょう。ハンバーグのパティに黒胡椒をまぶしていきます。陽一は全面パン粉のように黒胡椒をまぶしドヤ顔を決めますが、さすがにそこまでまぶすと辛くて食べられないと思うので、まあこれぐらいの量ずつですね、ちょっとの量をまぶしてパンで包んでいきます。すべてのパティをパンで包んだら、豚の比率が少ない方から金口に刺していきます。で、少ない方からでいいんだよね、一瞬分かんなくなりますよね。けね、間に玉ねぎを挟むのを忘れてました。時期的に甘い新玉ねぎを使います。ミスター味っ子のメインヒロインののりこお母さんの指摘で、パンをくぐると味が落ちるということなので、アルミホイルで包んでいきます。まあ今回はとりあえず4本だけを巻いて、もう2本はそのまま焼いてみることにしました。まあ皆さん動画の絵的に燃えるパンとか見たいかなと思って狙ってやったんですけどね。付け合わせ用に茹でておいたじゃがいもを皮を剥いて裏ごししていきます。これも今回新じゃがを使っています。この後に一緒に混ぜるグリーンピースもですが、おそらくまあ旬のものだから付け合わせにしている気がします。この後のお好み焼きのエピソードが春の桜祭りですからね、きっと春の食材を使ったんだと思います。じゃがいもとグリーンピースをフードプロセッサーで回し、塩コショウ、バター、生クリームを入れて裏ごしします。備長炭を焼いて炭の火起こしをします。この焼いた炭を岩谷の炙り穴の上に乗せ、火力調整ができる炭火焼きマシンにします。なお、これは正しい使い方ではありませんので、真似するときは細心の注意を払ってください。僕はボンベが近い方にはできるだけ炭を入れないようにしています。炭の火加減とお肉の火の入り方、そしてパンの色のつき方などいろいろと考慮して、いろいろ返したり、方向を変えたり、位置を変えたりして、まあうまくパティを焼いていきます。パティがパンに包まれてない部分を焼くと、さすがに下に肉汁が垂れて煙が上がってきます。まあ室内で炭火焼きをやり慣れている僕は、まあこんな火災方式が鳴るなんて日常茶飯事なので、普通に冷静に対処しております。寝ていた嫁が起きなかったことと、この動画が見つかって大家さんに怒られないかだけが心配です。なんだかんだでアルミホイルなしでも見事に焼き上げることができました。ミスター味っ子より陽一式のパン包みハンバーグです。それでは食べていきましょう。いただきます。1個ずつ串から外して食べていきます。うん、これ普通に美味しいですね。火の入り方が絶妙です。真ん中にチーズが入ってるから中が生焼けなんてこともなく、うん、本
本当に心配してた胡椒も肉汁を吸って柔らかくなっててガリなんていうこともなく、まあ刺激は強すぎることもなく、まああっという間に食べられるって感じですね。トロエメライの弾丸じゃないですけど、これ何本でもいけちゃう、そんな感じです。こんな感じで煮こくぼも食べ始めちゃってますね。玉ねぎはもうちょっと火が入った方が美味しいかなって感じなんですが、まあ、新玉ねぎを使ってるんで、まあ甘さがある分それでも全然食べれる、そんな感じですね。そしてあのパティの味ですか、これはやっぱりまあ牛肉を多くしたい分はやっぱり牛肉の味が強く感じる感じで、まあさっぱり食べれるっていう意味ではすごくいいなって感じがしますね。僕はこれはもう子供の頃から再現は不可能だと思ってたので、まあちょっと寺澤先生に謝りたい感じですね。そんなわけでツイッターで寺澤先生本人にご報告してみました。なんと先生も試したことはなかったようです。寺澤先生も陸上先生と同じで想像で描いてしまうタイプのグルメ漫画作家だったってことですね。理にかなっていることが多いので実際に試してるんだと思ってました。それでは原作の通りアルミに包んだ方も開けていこうと思います。こっちは漫画に近い重り方をしてみました。先生が試したことがないってことは合うソースがあるってことかもしれませんねってことで追加研究をしていきます。このハウス食品さんの魅惑の黒胡椒ペーストに、まあ安倍さんのシチューソースを混ぜて簡易的なソースを作ってみました。それでは食べてみます。いただきます。あーこれソースありでも全然美味しいですね。やっぱりこのパティ自体が黒胡椒と合うのかもしれませんね。うん、パンも一緒にカリカリのまんまソースを吸ってくれていい感じです。あっという間に完食ですね。ごちそうさまでした。それでは今回の研究結果です。洋一の串焼きパン包みハンバーグは炭火で弱火で焼けばアルミナシウムを成功します。ポイントは殻蒸しと中に入れるチーズですね。これで生焼けを防げます。胡椒のソースならばソースは全然合います。原作者様へのツイッターでのメッセージは意外と返事がもらえたりします。今回紹介したミスター味っ子、翔太の寿司や食いたんなど立て続けにグルメ漫画でヒットを飛ばす寺澤大輔先生の代表作ですね。私にも一番影響を与えた作品です。家でカレーにインスタントコーヒーを入れ料理人だった父親にうまいと褒められたのが料理好きになったきっかけですね。とっても面白い作品ですので皆さんも電子書籍などで読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。ゴールデンウィークが終わったと思ったら大雨、もう急に寒くなってきてまた体調を崩しそうになっています。またちょっと喉の調子がおかしいですね。本当に年を取ると嫌ですね。ビッグジョー先生のように元気なお年寄りになるにはどうしたらいいんでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。